今回のグッドチキビンは奈良県とバリ島をつないでいただいてます。行ってみましょう。海の向こうの大切な人に大切なものを届けます。今回の配達先は赤道直下の島国インドネシアバリ島。古くからの伝統文化が色濃く残り、世界中から観光客が訪れるこの島で、カバンブランドのオーナー兼デザイナーとして奮闘する日本人がいます。何かを作り出さなあかんわけですよね。人の国に島にお邪魔してるわけやから、全くのゼロから店を始め、今ではバリの定番アイテムとして雑誌で紹介されるほどの人気ブランドに育て上げた彼女。実は20代半ばで縁談が破談になり、そのショックから立ち直るため何のあてもなくバリへ渡ってきたのでした。最初は理解できなかったです。逃げるようにバリへ逃げるというふうに捉えられたんですけどね。だからそこから今日まで至るなんて想像もつかなかったですけどね。時間って絶対戻らないでしょ。でその戻らないものに対してのなんか思いを抱くのはすごい嫌なんですよ。とにかく前だけを見て15年間休むことなく走り続けてきた彼女、両親からの届け物に何を思うのでしょうか。お、都の名前が入ってますね。年齢的にお母さん先死んじゃうでしょ。こんにちは。あ、こんにちは。はじめまして。どうも。グッドチキビンの山口と申します。どうもよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。ます。どうもお世話になります。今日はよろしくお願いします。お願いします。ナオミさんが、ね、はい、バリ島ですね。カバン屋さんをやってらっしゃるということですけど、はい、これなぜバリ島だったんですか。もうお方20年ほど前でしょうかね。はい、姉と一緒にバリ島へ行って。はい、それでもうここは私の住むところだっていうふうに考えたらしくって、はい、そこで何かをしたいっていうふうに考えてたみたいです。うん、どうですかこのバリに行くということに関してはどうない、やっぱり、まあ、彼女自身の人生ですからね、うん、これはもう一人前になってるわけですから、それはもう後押しするしかないなと。私はね、あ、お父さんは、ええ、はい、この人たちと違ったみたいです。でやっぱり3人娘の一番下っていうことで、すごく私にしたら可愛くって、はい、この人と何年付き合えるかなっていう思いでずっと過ごしてきたんでね、うんうん、すごく寂しかったです。なるほどね、うん、今の現状はどうですか、その、ナオミさんに対して。対してはね、うん、お客さんを大事にすることとか、うん、スタッフを大事にすること、うん、そういうふうなことを彼女はちゃんとしてるかなっていうのが気がかりだったんですけどね。なるほどね、わかりました。見てみましょうかね。はい、はい、お願いします。行きましょう。バリ島、ナオミさん。バリ島でカバンブランドのオーナー兼デザイナーとして奮闘するナオミさんに両親の思いを届ける旅は、距離にしておよそ4000キロ、7時間。1万3000以上の島々からなるインドネシアはアジアで唯一赤道が通る国。そのほぼ中央に位置するのがバリ島。内陸部を訪れると美しい田園風景が広がり、豊かな自然や伝統文化に触れることができます。いいですね。手仕事ですもん ね。そんなバリ島の経済の8割を支えるのが観光業。毎年日本をはじめ世界中から多くの観光客が押し寄せます。ケチャ、独特やな。バリ島のほぼ中央に位置し、芸術の街として知られるウブド。ナオミさんのお店を訪ねました。あ、いい雰囲気。あ、綺麗なお店。こんにちは。ナオミさんはいただけますか。あ、私です。あ、どうも、日本から来ましたグッドチキビンでございます。はじめまして。ご両親からちょっと様子を見てきてくれたので。あ、はいはいはい、はい、ありがとうございます。しばらくおかけさせてもらいますので。あ、はい、はい、どうしましょう、よろしくお願いします。あれ、ご迷惑ですか。大丈夫です。大丈夫です。もうバッチリ追いかけてください。はい、カバン屋さんって聞いてきたのは、うんうんうん、カバンですね。うちはカバンの専門店ですよね。ご
今年で15年目を迎える直美さんのカバンブランド獅子。全てのデザインを彼女が手掛けています。これはインドネシアの、うん、これろうけつ染めです。いいですね。ろうけつ染めってね、結構トラディショナルな柄なんですけど、いいですね。バティックと呼ばれるインドネシア伝統のろうけつ染め。最初に下染めをした布にろうで絵柄をスタンプしていきます。その布を脱色するとろうがついた部分だけ色が残り柄が浮かび上がります。さらに色を重ねていくことで南国らしい色彩豊かな布が生まれるのです。自分で布の絵柄をデザインし特注している直美さん。伝統的な風合いを残しながらもモダンな可愛らしさを感じさせるそのカバンは今や多くの旅行雑誌にも取り上げられています。そうでしょうね。これはすっごい。スタッフ今日なんよくおりますねですよね。この人は日本語がだいぶと上手ですね。上手じゃないです。上手じゃないです。上手じゃないですけ。はい。お上手ですよ。お上手ですよ。少しだけです。この店で働いて13年になるコマンさんは、直美さんの右腕のような存在です。Gimana ya dia orangnya gimana ibunya cerdas dia harus gini kalau kerja gini gini gitu kasih semangat gitu. Ya, bagus. こちらはどうなったんですか？従業員の方なんですけど、私の夫です。雑用係でも一応ってこともないですけど、会社ではその経営陣の一人なんでしょう。ちゃんとこの日は納品されてきたカバンの検品作業。専属の職人が手縫いで仕上げた商品を一つ一つ細かくチェックしていきます。へー。あとたまにポケットにねゴミとかいろいろ入ってたり、時々ヤモリ入ってる。そう、一度ね日本までねヤモリがね到着して、お客さんカバン開けたら、いやーっつってヤモリ入ってる。あ、ヤモリ結構いるんですって。そうなん、通用せへんからね。これちっちゃいちっちゃい、ここのマグネットのところのここにサビが、うん、1ミリぐらいね。私一生見つけられへんようなあれですけど、この生地だけど、あ、これやね。これは織村ですね。この手の生地がね多いんですよね。この基準は誰が作ったんですか？お客さんお客さんですよね。私多分、私こんなん分からへんから、お客さんにねこれがあって、これあかんねんやっていうので、はあ、私はいいけどあかんねんやっていうのをこうお客さんのね、うん、ご覧になって、それで決まっていきましたよね。ね、あれです、この間頼んだばっかりのねバッグのサンプル、いいね、いいじゃ ん、 朝の朝袋。これこれって言った、うん、そうやんな、うん、いいんですけどね、うん、一応ねここぐるりと赤いボンボンだったのつもりだったんで、あ、ここポケットだけになってるね、赤いボンボン。これ間違ってるの誰の責任？これはで伝言ゲームで、私はちゃんと言った。そらそうやね。コマンちゃんは職人さんにちゃんと言った。職人さんやねこれ今回は意外にこうなったらこれになったりするんですよね。でもいいね、かわいい。お昼時、直美さんは店の裏にあるカフェへ向かいました。わあ、いいな。ここも何食べよう、うん、タコライス。ああ。自分の店の裏にこんなおしゃれなカフェがあったらめっちゃいいです。おしゃれですか？私のために作ったみたいな。社食。あ、え、ここ作ったんですか？ここ私が作ったんですよ。いいでしょ。カバン屋さん。カバン。で最初はねカバン屋だけだったんです。こっちから向こうのカバン屋さんがあって、まあ、家からお弁当持ってくる時もあるんですけど、ご飯外に食べに行くと、それもねもったいないしね、なんかあんま食べたいものもない日もあるし、で元々私飲食業してたんで、いつかはしたいっていうのがあって。3年前自分のためにと作ったカフェですが、今では隠れ家的なお店として地元の人たちも通う人気店になりました。そうなるんでしょうね。
頭にかぶるんですね。頭にね、これはね、なんかこう食堂の雰囲気を出したかったんですよね。食堂、食堂、日本の食堂の雰囲気を、うん、なんでみんな三角形、それも絶対しろって巻いてもらって、リョーマンさんも、まあ、そんな巻くほど髪の毛ないんですけど、ね、実は直美さん20代半ばで縁談が破談になり、日常生活もままならぬほど精神的に追い込まれた時期がありました。そんな時にふと浮かんだのが、かつて二人の姉と訪れたバリ島の美しい風景だったのです。良くない状態から脱する、そのなんか唯一の光がもう、私バリ島行くっていうので、そこから一気にもうバリ島に行くっていうのがこうありきでシフトされて、ブワーって目に力もカー入って、必死で働き100万円貯めた直美さんは、そのお金を握りしめ、何のあてもなくバリへ渡ったのです。しばらくの間はのんびり過ごしていたものの、次第にお金が底をつき、再び不安に駆られるようになった直美さん。途方に暮れていた彼女をそれでもバリにとどまらせたもの、それはおおらかなバリの人たちでした。貯金が底をつき、再び不安に駆られるようになった直美さん。途方に暮れていた彼女をそれでもバリにとどまらせたもの、それはおおらかなバリの人たちでした。バリ優しい、バリ優しいね、いろんな優しい、優しい、仕事がなくて、仕事がないということはお金が入らないわけでしょ。でもストレスレスって言い切ってるからね。こっちが心配になるじゃないですか、大丈夫かなって、働けよ、お金なくても大丈夫って言ってんねんから。私の常識ではもう常に動いとかな心配やし怖いし、何してんのって思ってんねんけど、何してんの、どうなってんの、バカじゃないの、でも生きていけてんの、どういうことっていう、常にこう惹かれる部分はありますよね。そんな時、当時住んでいた家の大家さんに、空いている土地があるので何かやったらと提案され、商売をしようと思い立ったのです。わずか10坪ほどの小さな露店、それがカバンブランド獅子の始まりでした。夕方6時、仕事を終えて帰宅。6年前に建てた2階建ての一軒家に、小学生の娘と息子、そしてご主人の4人で暮らしています。通って言うても困っちゃうね、これちょっと一気に帰るや否や、一息つく間もなく夕食の準備を始める直美さん。一気に行かなか、一気にお水もあげて、お水、はいはい、はい、よいしょ、おー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 、でんご、グラスを用意したか、はい、家帰ってきて1秒も休んでないですね。1秒も休んでないですよね。こんなことでいいんだろうか、私は。いいんです、疑問を持ってはいけません。あんたたち休んでるな、休みっぱなしやな。はいはい、いただきます、はい、いただきます。夕食は生春巻き、春巻き、ご主人の悟さんとはお店を始めた4年後に結婚、うん、家族の支えができたことで、さらに商売を大きくすることができたと直美さんは言います。ひょ、洗い物はご主人がやってくれて、そう、あの洗い物はね、洗い物係はしてくれてますね、毎日、すごい綺麗に、私がするのの8倍ぐらい綺麗に豆なんだよ、やってくれますね。ええ旦那見つけました。ええ旦那さん、ほんまにね、いい旦那ですよありがたいと思ってます、感謝してます優しいご主人だ。この日直美さんが案内してくれたのは、16のテナントが入った観光客にも人気の商業施設。獅子を作った後に、そのさ、あの裏のカフェを作って、そしてここを作ったから、 3段階で広がっていきました。ここも作った、ここも作った私が、まあ、私がやってないですけどね私がやってないですけど、こう、まあ、こんな感じで、こんなコンセプトで。
2年前およそ1500平米ある土地を借り、このショッピングモールガーデンを作り上げたのです。直美さんは雑貨、アクセサリー、ヨガスタジオなど16のテナントが入るこの施設全体の運営も手掛けています。あー、すごいな。その中の一軒、このベジタリアンカフェは直美さん自ら経営するお店。スローライフを求めてウブドにやってくる外国人観光客の間で人気を集めています。さらに、ハロハデ、ウブドの繁華街でもシシバッグの店舗をもう一軒経営しています。ここはまあ、あの普通に、ね、観光客の人がブラッと入れるお店で、向こうのお店はね、わざわざ車でバッと来て入るようなお店で、現在カバン屋を2店舗、カフェを3店舗、そしてショッピングモールガーデンを経営。わずか10坪の小さな店からスタートし、15年でここまで商売を広げてきました。そんな直美さんに大きな影響を与えた人がいるといいます。やっぱちゃんと思い出すと、その小さい時からうち その家が食堂をやってたんですけど、大衆食堂ね。でそれをちょっと子供ながらに見てて手伝ってたっていうのがやっぱり入ってるんでしょうね。うん、おばあちゃんがすごい私の中では大師匠で、お母さん師匠ぐらいの、うん、そんなお母さんとおばあちゃんから言われた忘れられない言葉があります。母にね、数年前に言われたんですけど、なんやかんや言ってそれはそばに打った方がいいけど、あの親はその娘子供のね幸せを見てるのが一番、いやもうそんななんか嫌な見てるのが一番幸せやからって、うん、だからね、年齢的にお母さん先死んじゃうでしょ。そうですね。その時に、まあ、大丈夫なように今から練習して、練習って変やけど気持ち的にね、まあ、どうせ死ぬから先で待っといてみたいなね。それはちょっと去年のおばあちゃんの時にね、おばあちゃんもそのビジネスマンとしての商売人としての私のことをすごい支えてくれてたから、ばあちゃんはあのばあちゃん死んだぐらいで絶対帰ってきたらあかんでって言ってたんですよ、おばあちゃんが。うん、言っててもう90いくつやったからね。なおさん、おばあちゃん死んだぐらいで帰ってきたらあかんで、あんたって言って、うん、せやなって言って、うん、帰らん、うん、それでは帰れへんけど、まあ、実際帰れなかったんですけどね。直美さんには今新たに進めている計画があります。その舞台となるのがショッピングモールの敷地内にある使われていないこちらの建物。分からへんけど、釘というか、直美さんには今新たに進めている計画があります。その舞台となるのがショッピングモールの敷地内にある使われていないこちらの建物。分からへんけど、釘というか、打ってな、これから本入れるからね、もっと重なるから、ちょっと床も全部変えて、うん、補強して図書室になります。今小さい図書室があの下にあるんですけども、図書室とも呼べないぐらい小さいのがあるんですけど、手狭になってきてね、本も集まってきて利用者も増えたんで。2人の子供の母となった今、バリにいる日本人の子供たちに日本語と触れる機会を作ってあげたいと、インターネットで出資を募り、本格的な図書室を作っているのです。止まりませんね。止まりませんね。どうしようかね。今は一番、まあ、まあ仕事も楽しいですけど、もう仕事とはもう全然別のすごい私の今の楽しみですね。止まりましたね。何の当てもなくバリ島にお金だけ持って行ったっていう方とは思えないこの展開ぶりで。すごく頑張ってます。すごいですね。少し安心しましたね。彼女はね、友達作りの名人って僕思うんです。はい。うん。でその辺は私の DNA かななんて。お父さんもそうなんですか。お得意なところで。うちもいっぱいおりますから、ね。人脈作るのがも得意。はい。VTR の最初にパッて映った瞬間に明るい方だなと僕思いましたけども、お母さんもまあ明るいですけど、お父さんも。どうなんでしょうね。おばあちゃんってそういう方だったんですか。あのね、おばあちゃんのね、あの口癖はね、うん、この世のことはこの世でなんとかなるって。
いつも私ね、あの母と商売してる時にね、はい、あの食堂してる時もやっぱりいろいろ大変ですよ。でも母に愚痴を聞いてもらったらね、はい、この世のことはこの世でなんとかなるよっていう口癖でね、これで行きなさいって言われたもんでねそれはあのやっぱり戦争を経験したね、はい、あの大正生まれの母らがこう人生観として持ってきたもんだと思うんですけどね、はい、でだから娘もそういうのが受け継いでくれてんのかな。もうそれはあの保育所入ってる時からガキ大将だし、うん、自分がボスやないとあかんという立ちでしたからね。相当おてんばな、おてんばです。元気な子でしたか。そうです、もうまとめ役でした。本当にそういう方なんでしょうね。もう自由に自分が思ったとこで自分の思うようなことをやってるのが一番幸せな、幸せなんでしょうね。そうですよね。さあこの後、はい、あのお届け物をさせていただいてと、また引き続きご覧いただきたいと思います。直美さんバリと行ってみましょう。店の前に止められたたくさんのバイク、実はこの日シシバッグ創業15周年のパーティーが開かれていたのです。ありがとうございます。皆さんに助けていただいて15周年まで来ました。ありがとうございます。取り戻しbantuan saya juga ya. Saya heran dengan dia. Dia selalu berpikir positif, selalu berpikir maju. Dia seperti superwoman. Untuk saya dia superwoman. Sebenarnya apa ya? Saya mau memang apa jualan apa di rumah biar jaga anak gitu, tapi mau bantu Naomi-san juga sudah lama. Jadi mau kalau bisa bantu terus mau bantu.店を立ち上げ15年、前だけを見てがむしゃらに走ってきた直美さん、今後についてはどう考えているのでしょうか。今 初代がね、うちの家族自体がまあ増えたのもありますけど、やっぱりスタッフ増えてるから、みんなを確実にちゃんと幸せにして、ちゃんと経営者としてちゃんとやりながら、まあ、でもこんな感じでゴロゴロゴロガラ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 って言っていこうかなと思いますけどね。直美さんに日本の両親から届け物です。ご家族からね届け物。お、都の名前が入ってますね。ご家族からね届け物。お、都の名前が入ってますね。入ってますね。なんか締めたれてますけど、なんか布っぽいです。あ、お、え、何これ。あー出た。すごいね。もしかしてこれかなと思ったけど、今このなんかのれんっぽいなと思った瞬間、不二家ですね。いいですね。おー届け物は直美さんのおばあちゃん、そしてお母さんが営んでいた実家の食堂不二家ののれん。閉店のその日まで店を見守り続けた最後の一枚です。これはね、ここでしょ、魂引き継げってことなんじゃないですかね。重いな。いまだによく夢見るんですよ、そこに住んでた時の夢を。で1階が食堂やったんですけど、で2階3階が住居やったんですけど、家でやってるから余計に、帰ったら親はいるのに、母とおばあちゃんがいるのに、お母さんこれって言ったら、あんたもうちょっとややこしいから向こう行っとけって言われるんですよね。であの母に一度、普通の家のお母さんなんか家におるのにね、なんでそんなんあかんのって、こんな店やめてまえって言ったらしいんですね。それはね、今私やってるじゃないですか。ちょっとあんたらややこしいからもう向こう行っとけって言ってね、ねえ嫌やったのにね、やってんのね。これでちょうどそこにね、ね、いらっしゃいませ。いいね。じゃあ今日は一日これで。完全に店変わってしまいました。獅子どこ行ったやよ。いやもう
ずっとおばあちゃんとお母さんねやってらっしゃった食堂の藤屋さんの、のれん、私ら自身が17年間食堂やってきた時のねいろんな思いを受け継いでね、はい、っていうつもりです。実際その藤屋のバリ島店を出せということじゃなくてじゃなくて でもねそれはそれでまたいいじゃないですか。本気で考えてらっしゃる